上田電鉄別所線。別所線は、長野県上田市の上田駅から別所温泉駅までを結ぶ上田電鉄の鉄道路線である。かつて側面に丸窓を持つ丸窓電車が走っていたことで知られ、同電車の運用終了後も丸窓は等路線を象徴する意象となっている。1 9二十年に設立された上田温泉電機により、翌1二十一年別所温泉、 田沢温泉、靴掛け温泉への当時客を輸送する、軌道線として、三好町、現在の城下上田原、青木間の青木線と、上田原、別所、現在の別所温泉間の、川西線の二路線が開業した。1924年には、国鉄上田駅に乗り入れ全通した。1938年に、上田原、青木間が廃止となり、上田上田原間も、 川西線に編入。1939年、地方鉄道法による鉄道となり、川西線を改め、別所線と称するようになった。また、同年社名を、上田電鉄、初代と、改称。さらに1943年には、マリコ鉄道、1916年設立と合併。上田マリコ電鉄となり、上田市、小さ型郡地域に、別所線の他西マリコ線。 マリコ線、サナダ防用線の計4路線 48.0km に及ぶ路線網を有するに至った。これらの路線のうち、マリコ線は、キートや軽工業製品、サナダ防用線は、木材や農産物を国鉄新越本線を焼き、上田駅や上田市中心部に輸送する路線であり、特にマリコ線は別所線よりも営業成績が良い路線があった。 しかし1960年代に入ると、旅客輸送において自動車による輸送が増え、旅客収入のみでの経営は困難となっていた。西マリコ線は木材も輸送したが開業当初から経営難であり、1963年に自然災害をきっかけとして廃止された。そして、モータリゼーションの進展による旅客輸送の減少等は1969年にマリコ線、 1972年に、真田防用線を相次いで廃止に追い込んだ。別所線は、中では、旅客輸送主体の路線であり、自家用車の普及が進む状況においては、マリコ線、真田防用線同様に、モータリゼーションの影響は避けがたい状況となっていた。そのような中で、1973年に、乗客減等を理由に、上田交通、1969年に、 上田マリコ電鉄から、社名変更より、別所線も廃止、バス代替の方針が示されるに至り、こちらでも先に廃止された、マリコ線、真田防用線同様に、沿線住民による大きな廃止反対、路線存続運動が起こったが、1974年以降3年間、地方鉄道軌動整備法、現、鉄道軌動整備法に基づく国、の県及び、 上田市からの軌道整備補助金、欠損補助金が交付されることになったことからこの時は廃止の危機を免れ、1977年に路線維持の方針が決まった。廃止は免れたものの1970年代中盤に位置、時期回復した。利用客は再び低迷し始め、1980年代に入るとそれは顕著になり、運行本数の再編や、 固有車両の整理などを行うも、計上する赤字額は増え続けた。そのため、国の欠損補助金支給基準を満たすことが困難な状況が続いていた。そのような中で1986年には、河川電圧を 1500V に昇圧し、東京急行電鉄から、経年の比較的浅い余剰車両を譲り受けて、 丸元電車などの修理部品が不足していた旧型車を全廃車両保守にかかるコストを削減、上田市の支援による駅施設等設備の改善を行い、1980年代末から1990年代には乗客は再び増加に転じた。1992年末の国の地方施設に対する軌道整備補助事業見直しにより、欠損補助金支給は打ち切りとなったものの、 打ち切り後の1993年には元東急7200系電車を東京急行電鉄から購入し全営業車両の冷房化を果たした。北陸新幹線の先行開業も控えておりさらなる収支改善の可能性が見込まれたことから増便や1910年代製造の古いレールを使用していた河川柱を コンクリート製の安定したものに取り替えるなど、設備投資を行いサービス向上に努め、1990年代半ばには1973年の廃止の方針の提示以前の利用客数に回復、欠損補助金支給が必要とされる状況を脱し、補助金打ち切りの影響を最小限に食い止めた。1997年の北陸新幹線。 長野開業に伴う上田駅再整備の一環として、翌1998年には、起点の上田駅ホームの高架化や、JR 東日本品の鉄道との共用改札を廃止し独立した改札口を設けるなど設備も進展した。これと前後し、すべて電車のワンマン運転も開始している。2000年代に入ると少子化の影響により、 通学客を中心とした定期利用客の減少が進むとともに、長期の景気低迷により、当時客、観光客の需要も伸び悩む状況となった。2000年には、東京急行電鉄からのさらなる設備改修の提言を受け、国土交通省の地方鉄道安全新基準を満たすため上田交通が、長野県と上田市に対し財政支援を求めるに至ったことにより、 再び損廃問いが浮上した。上田市と上田交通は上下分離方式の導入や第三セクター鉄道化も視野に入れつつ協議したものの、最終的には従来通り民営鉄道として存続させる方針が決まり、上田市は2003年6月から設備更新、修繕や基盤整備、安全対策に関する補助等の支援策の検討に入った。また、同月住民団体、 別所線の将来を考える会が結成され、以後地元の存続運動が再び活発化した。上田市は、翌2004年度から公的支援実施に踏み切り、補助金を拒出することを決定。また国、長野県からも、同年度より、財政支援が得られることになり、当面存続の見通しとなった。補助金の拒出が決まったことを受け、上田交通は2003年10月に道路線のダイヤを、 改正しさらなる増便を行った。運行本数を24往復から30往復とし、昼間時、全線45分から60分ごとであった、運行間隔を30分から45分ごとと短縮。また終電を23時台に繰り下げ、下野号駅発着の便を増発、各便を新幹線の発着時刻に接続させるなど、利便性の向上に努めた。 2004年11月、上田市は当面の安全対策のために補助率を引き上げ、2007年度までに2億6800万円を補助することを公表。同年12月には、上田市議会定例会において、上田市と上田交通が締結した別所線の運行に関する協定が承認された。別所線の運行に関する協定は3か年ごとに契約更新され、 2012年度までに国が2億5603万円、長野県が1億2118万5000円、上田市が9億8849万2000円を拠出している。住民による支援団体も相次いで結成され、沿線自治会、商工団体、別所温泉観光協会等により結成された別所線電車存続規制同盟会、上田交通労働組合ほか、 労働団体による別所線の存続を求める市民の会、芸術関係者と地域住民等による頑張れ別所線の会、上田市役所職員有志による上田市アイプロジェクト観光ガイドによるボランティア団体、別所線ガイドの会などが活動を開始し、2005年2月にはこれらの支援団体を統括する別所線再生支援協議会が組織され、25団体が加盟。 同協議会の代表には、上田市長が就任し、自治体の支援体制の再構築も行われた。上田交通は、新たな公的支援を受けるにあたり別所線の経営体制の見直しを行い、路線の経理、財務を透明化する必要から、鉄道部門の分社化を決定。同年7月、新たに、子会社、上田電鉄を設立し、路線を譲渡した。上田市も、 同8月、別所線分社化後も支援を継続することを発表した。このような経歴から、同年10月3日より、上田電鉄の経営となっている。上田電鉄設立後も予断を許さない、経営状況が続いているが、2007年10月の、地域公共交通の活性化及び再生に関する、法律及び2013年12月の、 交通政策基本法の施行を受け、上田氏がさらに支援を進めているほか、各支援団体が広範な存続運動を展開している。アニメーションキャラクターを採用した広報活動や別所温泉の共同浴場、外湯入浴券付き往復乗車券、地元自治会向け回数券、マイレールチケットの販売、地域住民以外でも購入できる。 有リ上田、伊東洋トー上田店買い物客や上田駅前の居酒屋利用客への別所線お帰り切符新サービス。駅の清掃ボランティアや花壇の整備。一部の駅に近接する土地を所有者が駐車場用に無償対応し、パークライドを導入。またその土地に付加される固定資産税の減免。レンタサイクルの整備など、行政、民間が一体となって利用客増、増収。 路線存続のための支援事業を行っている。こうした別所線再性支援協議会を中心とする存続支援及び利用促進運動が道等の利用促進に努め利用者の増加につなげるなど公共交通機関の利用促進を通じた環境保全に関する活動に積極的に取り組んだ事例として評価され2008年12月同協議会は 平成20年交通関係環境保全有料事業者等国土交通大臣表彰を受賞した。上田電鉄設立後もしばらく乗客減が続いたが、行政の支援や地域住民団体による存続運動などを通じた沿線地域との連携が走行し、2012年には乗客増に転じ、以降微増傾向を維持している。上田電鉄の経営努力と、 沿線各団体の支援運動が継続し、一定の効果があったこと、また支援活動自体が公共交通政策の展開の面から評価されたことを受け、2013年3月、国、長野県、上田市は2013年度以降も公的支援を行うことを決定した。2015年度までに上田市から約3億円、また国、長野県から契約1億5400万円の 補助金が支給された。上田電鉄はこの資金を元手に引き続き別所線の設備更新、基盤整備、安全対策を進める。2013年4月5日24日に中野駅、舞台機関の遮断機、警報機のない踏切において電車とトラックの接触事故が2件発生したことを受け、2013年4月現在19カ所存在する遮断機、警報機のない踏切の収む 東廃合や車両通行止め等を行う。2014年9月には一部車両の更新を行った。2016年3月、上田市と上田電鉄の間で別所線の運行に関する協定が更新され、2018年度までに上田市から2億8032万4千円の公的支援が行われる見通しとなった。国や長野県からの補助も継続して受けており、 これら公的支援による補助金は引き続き安全対策費用や設備持ち管理費、運行経費に充てられ、全曲がり川橋梁、鉄橋の改修も行われる予定となっている。少子高齢化の影響から、上田電鉄移行後も通勤、通学利用の定期旅客については減少しているものの、近年は観光客を中心とした普通乗車券や、フリーギップ、1日乗車券、 回数券などの定期外利用が増えており、地域と連携し沿線の魅力発信、広報活動を続け、観光需要の掘り起こしを行った効果が出つつある。2015年には、北陸新幹線の金沢駅延伸前工事ご会長による別所温泉北向き観音への参拝客増加。2016年には、NHK 大河ドラマ、真田丸放送など好材料が相次ぎ、 2016年度輸送人員は1313,333人に達した。2012年度から5年連続の増加となり、上田電鉄移行前の2001年度以来15年ぶりに130万人台の輸送人員回復となった。2017年度輸送人員は、 大前年度比三三万千二百二十六人減の百二十八万百七人となったが、百二十万人台の輸送人員は維持した。二千十八年度輸送人員は再び増加に転じ、大前年度比一万八千九百九十九人増の百二十九万九千百六人となった。高架の上田駅を発車するとすぐに千曲川を渡り、前線が 上田平を走る。全線単線。路線は、千曲川を渡ってから旧川辺村を経て、塩田平の主要集落を連絡しながら、別所温泉に至るように付設されていため、上田盆地に S 字を描くように進む。半径の小さい曲線が多く、何箇所かでは一気に九十度ほど曲がる。城下駅から上田原駅までの間には、複線分の鉄道用地があるが、これは、 旧青木線の線路時期の後であり、この区間は変速伏線であった。三好町駅から赤坂上駅の間で勾配を上ると塩田平の平坦面に入るが、車庫のある下野郷駅付近から標高570メートルの別所温泉に向かって上りがきつくなる。終点の別所温泉駅付近は標高554メートルであり、八木沢駅方より40パーミルの急勾配と、 なっている。この勾配は7 5 0ボルト時代の旧型車は、時速 20km ほどしかスピードが出せない難所であった。上田原駅で、青木線、下野護駅で、西麻里湖線が分岐していたが、いずれも、すでに廃線となっている。沿線は、終点の別所温泉をはじめ、塩田平を中心に、著名な神社、寺院、史跡等が点在する。 新州の鎌倉と呼ばれる観光スポットであり、別所線の利用促進につながる地域特性として期待されている。別所線の将来を考える会は2014年11月、沿線の名所を紹介する別所線沿線名所旧跡見所ガイドブックを発行。上田駅や観光案内所等にて無料配布し、支援活動の一環として観光スポットの紹介に努めている。 古くは、急行列車の設定があったほか、1990年3月から1993年3月まで、快速列車が運転されていた、いずれも特別料金不要、追い抜きなし。現在はすべて各駅停車である。1時間あたり大ね1から2本の列車がある。上田駅別所温泉駅間運転の列車のほか、上田駅下野号駅間と下野号発。 別所温泉行きの区間列車が設定されている。ワンマン運転方式は地方型方式を採用。一番前の扉のみ開閉し、整理券を取る方式で、バスの運賃箱に近いものが、車両の乗務員室入り口に取り付けられている。定期券、回数券を持っている場合でも、整理券を取らなければならない。なお、友人駅の上田駅、下野号駅では、 終日全扉が開閉し、別所温泉駅では9時から17時の間全扉が開閉する。また、無人駅の上下駅、三好町駅、赤坂上駅、上田原駅では、平日6時30分から8時30分の間の上り電車のみ全扉が開閉する。別所線の近年の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、 年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。別所線の近年の収入実績を可表に記す。旅客運賃収入は1997年、平成9年以降減少している。 運輸増収については年度による変動が大きい。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。 別所線の近年の営業成績を過表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。 1986年9月までの河川電圧が 750V であった時代は、自社発注のモハ5 2 5 0系、丸窓電車をはじめ、買収国電の改造車や長野電鉄からの譲り受け車など雑多な車種が使用されていた。しかしそれゆえに、電動車の制御方式の不統一など、合理的な保守が困難な状態であったことに加え、 それらの大半は、経年者であったために交換する部品も不足しており、このような状態から、車両の近代化を決定、同年内に、東急5000系、初代を2両4本と、東急5200系を2両1本譲り受け、同年10月より運用を開始。それに伴い従来からの車両を全廃、同時に、河川電圧を 1500V に昇圧し、 全ての電車が2両編成での運行となった。なお、5000系及び5200系には、東急時代と同じく冷房は搭載されていなかった。5000系は斬新な緑の塗装で、5200系は当時長野県内では非常に珍しかったステンレス車体で親しまれたが、1993年に東急7200系を2連5本譲り受け、 同年5月28日より運用を開始し、5000系と5200系をすべて置き換えた。この7200系はすべての編成が冷房車であり、これにより長野県の私鉄で初めて営業車両の100%冷房化を達成した。2005年からはかつて走っていた丸窓電車を模して一部の窓をシールで丸くした丸窓リーム号が運行されている。また同年より、 毎年ゴールデンウィーク期間中、下野郷駅にて、別所線、丸窓祭りと称する鉄道イベントを開催している。なお、2006年に上田電鉄が発表した鉄道安全報告書によると、2008年度までに2両、編成4本、8両の車両の更新をすると発表され、同年3月に、東急線形、電車2両編成2本が、 上田電鉄線形車として譲渡され、同年12月に残る2本が譲渡された。2014年度にも車両が更新され、〇マ,マドリーム号7200系のうち7253、編成、7253号車プラス7553号車が2014年9月をもって運用を話し、大体として、元東急線形2両編成1本が譲渡され、 6000系として2015年3月28日より営業運転を開始した。種車は同じ元東急1000系であるが、すべて東急時代から先頭車であった車両が上取れた2008年、導入分の4本とは異なり、こちらは東急時代は中間車であった車両の先頭車か改造車のため、6000系と別形式に区分された。なお6000系は、 車両愛称の一般公募が行われ、2015年6月13日に、真田ドリーム号に決定した。沿線のイベント等に合わせて随時ヘッドマークを、掲出している。突起な着物は1986年10月の、昭圧時に廃車。大人普通旅客運賃、賞に半額、10円未満切り上げから2019年10月1日、改定。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。